航空自衛隊の主力戦闘機 F-15。 緊張感あふれるその訓練を独占取材。そして希望者の2割しかなれないという F-15 パイロットを目指す一人の女性に密着した。およそ40機の F-15 を擁する茨城県百里基地。リアルタイムはある訓練の取材を許された。待機する2人のパイロット。その時、ブザーからおよそ10秒で F-15 に乗り込んだ。これはスクランブル発進の訓練。発令から5分以内に離陸しなければならない。スクランブルとは、国籍不明機が日本の領空に侵入する可能性がある場合に出される緊急発進指令のことだ。スクランブル発進した戦闘機は領空に侵入しないよう通告、従わない場合は警告射撃することもある。これは2003年、実際にスクランブル発進した戦闘機が撮影した映像。日本の領空近くを飛んでいたのは中国の軍用機だ。領空に侵入することはなかったものの、日本の護衛艦を偵察するような動きをした後飛び去った。訓練は味方の戦闘機を国籍不明機に見立てて行われる。目標の右側、射程の位置に移転した。国籍赤国、艦用機、大型爆撃機1機。アテンションアテンション、 This is Japan Military Defense Force. We advance to the aircraft flying over Pacific Coast of the Ocean.We are approaching Japanese red line. Take reverse course immediately. 目標の行動に変化はない。はい、引き続き通告実施を。領空まで20マイル。目標は艦部の右旋回を開始した。了解、通告に従っているように見えるか。見えない。目標機領空侵入、領空侵犯、機と判定された。警告開始。警告開始。Warning! Warning! We give warning to the aircraft by reaching Japanese red line.You have violated Japanese red line. We take you to Shakuya Base. 目標は翼を振って我の通告に従う意思を見せた。了解、Shakuya誘導せよ。誘導方位250。Shakuya に誘導する。誘導方位250。これはあくまでも訓練の様子。しかし航空自衛隊が昨年度、実際にスクランブル発進した回数は200回を超え、増加傾向にあるという。プレッシャーというか緊張感というのはすごいいつもあります。実際に矢面に立って一番最前線で自分が任務をしているというところについては誇りを持っています。